ホンジャマカっていうお笑いグループのめぐみとしあきさんって本来芸人の恥なんですけどめぐみとしあきさんの,の TBS でやってる番組何回か僕見てるんですけどめぐみとしあきさんが笑い取ったシーン僕全く覚えてないんですよね。 あの撮ってるのかもしれないですけど僕が見てる限り全く撮ってなくてでも視聴率はた結構いいらしいんですよ。昼帯じゃあ,あの皆さんで「昼帯でめぐみとしあきさんの言ったセリフで面白かったの1個でも言えますか?」っていうと多分ないんですよ。でででめぐみみととししああきささんんんんの相方るるる石塚さんが美味しそううにご飯を食べべてるシーンはみんな思思い浮かべられると思うんですよっていう感じで割と面白いからやってるというより無難でずっと出続けてるから人気があるっていう人って結構いるんですよね。ほらコメントで 今マイユーって出てたでしょで要はめぐみとしあきさんが言ったことは全く覚えてないんだけどデブの石塚さんんが言ったマイユーは覚えてんだよなのでどっちの方がクリエーターとして優秀かっていうと「迷う」っていうのをちゃんと記憶させた石塚さんの方が優秀なんですよ。